夜の街がキラキラ輝き、心ときめくこの季節、キャンドルに明かりを灯しましょう。明るい笑顔が見えてきますよ。クリスマスツリーを飾りましょう。きっと幸せがやってきますよ。 FM 湘南ナパサ、霞のミュージックストリーム、今夜はほんのひとときの安らぎとなりますように。ご案内は中高年のためのアイドルをしています、霞です。FM 湘南ナパサをお聞きの皆様、こんばんは。11月23日、44回目の放送となりました。オープニングジングル、ちょっとクリスマスバージョンに変えてみましたが、いかがでしたか？盛り上がりますよね。なんかクリスマスってウキウキしちゃいます、無条件に。なんか紅白歌合戦の出場者も決まりましたね。残念ながら霞の名前はなかったですね。まあ来年に期待しましょう。ということで、街はねキラキラ、本当にイルミネーションが綺麗な季節となってきました。先日私も新宿の方に出向きましたら、サザンテラスというところですね、イルミネーションが綺麗になっていて、本当に無条件にウキウキしちゃいました。ということで本日のおすすめ曲は、私の大好きなジャズ歌手のメル・トーメさんのザ・クリスマスソング、お聴きください。Chestnuts roasting on an open fireJack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey andSome mistletoe help to make the season bright. Tiny little tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly.So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas.Joy come to you, and to you your carol too, and God bless you and send you a happy new year, and God send you
京梅さんでザ・クリスマスソングでした。これは1940年代のとても若い時のメル・トーメさんの声だったんですけれども、今の声ももっと丸くなって温かい声になっていてとても素敵なんで、次は今の現在のメル・トーメさんの曲をいつかかけたいと思います。では、今週のお題を読んでみたいと思います。気をつけていること大募集いたしました。まずラジオネーム神戸のみつぐちゃんです。みつぐちゃんありがとうございます。先週はせっかくメッセージいただいてたのに私がポカしちゃって読まなくてごめんなさいね。気をつけていること、気をつけ、休め、前へ習え。今はこんな風景見ることがなくなったようですね。ちっちゃい頃は背が低くて並ぶ時は一番前、前へ習えができずに悔しい思いをしました。かっこ笑い。その影響かどうかは分かりませんが、今は前に習わず自分のカラースタイルを出すように心がけています。憧れの方も男女を問わずたくさんいますが、モノマネをせず自分を出す。ここ最近はドラムと絵画に挑戦しています。キーワードは自分の音、自分の色を出すこと、そして気をつけ、休めではないですが、音の強弱、色の強弱をつけることにこだわっていきたいと思っています。そしてオリジナルを大切に、そして自分をさらに磨きをかけたいと、ライブに画廊に夢は広がります。これからもいろいろチャレンジしていきます。まだまだこれからですから、ということです。みつぐちゃんありがとうございます。素敵ですね。本当オリジナリティっていうのはとっても最強だと思います。ありがとうございました。続きましてラジオネーム会津のよっちゃんさんです。よっちゃんもいつもありがとうございます。こんばんは、かすみちゃん。最近高齢者ドライバーの事故のニュースが多いので、自分が運転するときはドライブモードに入っているかバックモードに入っているかをしっかり確認してからアクセルを踏むように気をつけていますっていうことです。とてもいい心がけですよね。本当にね、うっかりさんがありますからね。オートマは便利ですけれども、そういうとこがねちょっと怖いですもんね。よっちゃんさんありがとうございました。ラジオネームおにわばんさんです。おにわばんさんもいつもありがとうございます。落ちている銀杏を踏まないように気をつけていますそうね、お庭師さんやってらっしゃるからね、本当大変ですよね冗談はさておき、1、ありがとうという感謝の言葉を相手に伝わるように声に出して言う。2、糖分や化学物質をなるべく摂取しないように健康第一だと思います。とりあえずこの2つを気をつけていますっていうことです。そうですか、やっぱり糖質を気にされてる方なんか多いようですね。私も本当甘いもんばっかり食べてるんで気をつけたいと思います。ではここで曲を挟みたいと思います。やっぱりクリスマスソング選んじゃいました。桑田佳祐さんで白い恋人たち。悲しみがそっと胸に込み上げる涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた。外はため息さえ凍りついて冬枯れの街路樹に風「二度と帰らない」
圭介さんで白い恋人たちでした。じゃあ続けます。ラジオネームエッグの君さんです。初めてのメッセージありがとうございます。洗い物をしていてこんなところに置いたら倒れて割れるかなって思って、それをやめればよいのに、お気に入りの薄張りグラスを割りやがった私ってことです。私と同じですね。こう気をつけなくちゃってこうなっちゃうかもって想定しているにもかかわらずやってしまうっていうね。私ね、こう丸いグラスってご存知かしら。こう揺れるグラス、ミニオンのグラスなんですけど丸いんですよ。だから置くと揺れてるんですけど、それをね何度も床に落としたことがあるんです。だけど丸いせいでしょうか、割れないんですよ。あれすごいなって思ったんですよね。皆さん丸いグラス一回床に落としてみてください、エッグの君さんありがとうございました。ラジオネーム鹿野山雄三ちゃんです。雄三ちゃんありがとうございます。人の悪口を言ったりけなしたり嫌なこと言われても耐えるように気をつけていますっていうことです。そうね、そういう悪口とかさ嫌なこと言う人って人からも言われているのよ、きっと。そうだからね、言わない人はね言われていないから、うん、ゆうぞうちゃんとてもいい気をつけ方だと思いますありがとうございます。ラジオネーム銀ちゃんです。銀ちゃん今週もありがとうございます。かすみちゃん気をつけていること、なんといっても糖質かな。スイーツが食べたい。え、
銀ちゃんスイーツより お酒の方が好きなんじゃないの？お酒も糖質が入ってるよね。そっちの方がやばくない？気をつけてくださいね。いつまでも元気でいてもらわなきゃ困るからね。ありがとうございました。ラジオネームサッチーさんです。サッチーさん、初めてのメッセージありがとうございます。かすみちゃん、こんばんは。私は糖尿なので甘いものをあまり取らないように気をつけています。あと体重を増やさないことですね。甘いもの大好きだから辛いですっていうことです。あ、やっぱり糖質をね、気をつけている方多いですね。そんなお年頃なのかもしれませんね。でも甘いものを食べると幸せになりますもんね。サチーさん、一緒に気をつけながら頑張りましょう。ありがとうございます。そしてラジオネーム、あおちゃんさんです。あおちゃんさん、ありがとうございます。常に怪我や事故には気をつけていますけど、それ以上に友達や仲間との付き合いです。過去に友達を亡くすようなことをされ、それから災難が続き、それ以来 SNS の文章などを気をつけています。なるほど。このね、 SNS の文章を書くっていうのはニュアンスがなかなか伝わりにくいから厄介ですよね。私もこの文章で会話することがとても多いので、主語などをはっきり書いたりとか、分かりやすい文章になるように心がけていますが、やはりニュアンスを伝えたいときはやっぱ電話がいいかもしれませんね。電話で話すようにしていますね。あおちゃんさん、ありがとうございました。ということで、今週のお題、気をつけていることでした。ではね、来週のお題を発表したいと思います。来週のお題は、あなたのお家のペット自慢です。かすみはね、今はペット飼ってないんですけれども、ね、卵からね、小桜インコっていうグリーン色でお顔がオレンジ色のね、ちょっと中型のインコちゃんがいるんですけど、それをね、卵からね、育てたので、ね、とってもお利口な子で、でもね、飛ぶのがとっても下手くそで、いつもテクテク歩いていて、で、仰向けになって寝るの。鳥がね、こう背中を下にして寝ることって多分ないと思うんだけど、うちのピーちゃんは私の真似してるのか、仰向けになって寝たりして、でもね、亡くなってしまって、もう悲しくて、それからちょっとペットを飼うことがね、できなくなったかすみなんですけれども、とにかくもうどこの子よりも可愛かったのっていう自慢皆さんきっと自慢たくさんあると思うんで大募集します。メールアドレスはアイドルかすみ @gmail.com です。すべて小文字で idolkasumi@gmail.com までよろしくお願いいたします。では曲に参ります。私の最近大好きな、なにわ男子でメリークリスマス。メリークリスマス、なにわ男子でメリークリスマスでした。ではここで告知をさせてくださいね。明日です。24日木曜日、他局ではありますが、レインボータウン FM、夕方の5時から6時の1時間に生出演します。観覧無料なんで、ぜひかすみに会いに来てください。番組は原めぐみのエンジョイトークです。ホームページの方でレインボータウン FM と検索していただいて、場所を確認してください。よろしくお願いします。そして次の日曜日になります。27日の日曜日、六本木のキーストンクラブ東京で昭和歌謡ショーに出演させていただきます。オープンが5時半、スタートが6時です。かすみも何曲かな、6曲ぐらいかな、歌いますので、ぜひ会いに来てくださいね。よろしくお願いします。そして12月13日の火曜日、
かすみバースデー&クリスマスコンサートレッドパーティーです。場所はラドンナ原宿、残席わずかとなっていますがよろしくお願いします。オープンが5時でスタートが6時半です。ご予約はですね、ラドンナ原宿のホームページからかお電話でのご予約、東京 03-5775-6775 03-5775-6775、3時以降にお電話のご予約をよろしくお願いいたします。本当にね、あと数席一桁になっておりますのでよろしくお願いいたします。そして霞の、卓上カレンダー作っちゃいました。水着にもなっちゃいました。だから怖いもの見たさでぜひよろしくお願いします。おそばに置いてください。ご購入はですね、かすみのオフィシャルホームページのショップページからご購入いただけます。検索ワードは漢字3文字で香る、ことぶき、美しい、香水の香にことぶき、お寿司の酢に美しいという字でかすみです。検索していただくとオフィシャルホームページがすぐ出てまいりますので、ぜひそちらの方からかすみ卓上カレンダーよろしくお願いします。1680円です。ではお別れの時間となりました。本当に30分早いですね。今宵も FM 湘南ナパサかすみのミュージックストリームをお聴きくださいましてありがとうございました。お別れの曲はかすみのオリジナル曲です。かすみが作曲しましたクリスマスローズの花束をお聴きいただきながら、また来週この時間にお会いしましょう。いい夢を見てね。おやすみなさい。夜に乾杯したね。
7.3